エレガント、上品、カレン。うちのお母さんと同い年なんですけど、やっぱオーラがすごかったですね。コントロールルーム入ってきた時からもう、あ、本人だって感じです。あ、おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。このアワバライスタジオで撮れたっていうすごい良かったことで、こんなに恥ずかしいことはない。まさか憧れの人に仮歌めちゃめちゃいいんですもん。そもそも僕が大ファンですから、僕らの曲って音を数がすごい多いんですけど、その中でもすごいスッて仮歌なのにも抜けてくる感じで、大学生の頃に渋谷系っていうのを知って聴いてたんですけれども、 CD で聴いてたあの声がもう僕たちの演奏で歌ってくれてるっていうのがやっぱすごい感動しましたね。やっぱりこう原田のアレンジがやっぱイブニングシネマらしくっていうところを意識したのかなというふうに思ってます。最初にこのお話いただいた時はもう本当どうしたもんかなって結構悩んでたんですよ。オリジナルがもう完成しきってるものなので、手を加えて何かするっていうもんじゃないよなって思ってたんですけど、僕にはというか僕らにはもうできることって言ったら、手持ちのカードで、勝負していくにはどうしたらいいだろうなみたいな感じで考え始めてからはすんなり進んでいきました。キュイーン感が面白い。イントロやっぱシンプルイズベストだね。いや、やっぱね、余計なことはやらないんで。インターンの3小節目からとかだったら、AI が唐突なんじゃないかっていうので、裏で何かやった方がいいんじゃないかって。AI に向けて、ストイってやった方がいいのか。今日レコーディングしながら、みんなのプレイだったり、アレンジだったりがこうすごい盛り上がってて、溢れ出たように、自分のこう楽しい部分っていうのが、フィルだったり、ビートのノリだったりに出て、自分なりのアレンジになったかなっていうふうに思います。フィル、クソクリコインとか、タンポンとか、いいよね。ここから取りたいのって、すみません、サビ、いわゆるダードドドドってずっとやってるんですけど、それが原曲でもまんま同じベースライン変わったというか、ここはイブシネらしさが出てるっていうセクションが B メロのとこ、特に色濃く出たのがそこの場面かなって思います。これはちょっとダウンする感じ。そうですね、そう、自分がクラシック上がりっていうのもあるので、ポーンだったりストリングスっていうのは分かっててもやっぱり感動しますね。良い感じで演奏していただいてありがとうございます。猛烈に感動しています。ハモリみたいなのってデモでタラララタラララってここにも、はい、当たり前だけど生だなって。あ、本当本当、たくさんの才能がこうギュッとなって、自分もすごい刺激を受けたレコーディングだったかなと。スタジオでカレーってすごい食べてた。小西さんなんか最近もうずっとココイチばっかだもん。毎日カレーでもいいですよ。野宮さんもレインさんも世代は全然違うんですけれども、どちらもすごいこう自分のスタイルがある、まあ、ボーカリストと思うので、すごいピュアな別の意味でのこの強さが来た感じもあるなっていう、いかにそうどう使っていくのかっていうのは、またこっからちょっと頭を悩ませなければいけない嬉しい悩みですかね。キラキラ感が増しました。もう30年ぐらい前の歌なんですけど。随所にピチカートの過去の楽曲、オールディーズと言われるようなものからいくつか拝借を してきてですね、言うだけヤバだと思うんですよね。なんで気づいた人がにやりとしてくださいという